国道303号起点岐阜県岐阜市神田町五丁目交差点国道303号終点三方神中郡若狭町三宅交差点付近国道303号は岐阜県岐阜市から福井県三方神中郡若狭町に至る一般国道である起点の岐阜市から岐阜地区及び西農地区の北側を通り滋賀県では琵琶湖の北側に位置する長浜市や高島市を経由する その後福井県に入り旧鯖街道の宿場でもある熊川宿を経て終点の三方上中郡は河町に至る路線である。おおむね山間部を通行する路線で国道161号と重複する湖北バイパスは大半が立体交差化された暫定2車線、その他の区間は片側1車線の道路が確保されている。一般国道の路線を指定する政令に基づく 奇襲点及び、経過値は次の通り。下流から見た伊比川の奥伊比湖にかかる国道を303号の奥伊比湖大橋かつては、ヤクサ峠をはじめとして、境愛区間が多かったが、現在は、バイパス道路やトンネルの建設による改良が進んでおり、通行の困難性は解消されつつある。岐阜県伊比郡伊比川町滋賀県長浜市、木本町の川上、ヤクバイパス。 カナイゲンバイパスも2008年11月14日に全線開通した。湖北バイパス、滋賀県高島市牧野町国道161号との、重複国道8号との重複滋賀県長浜市、西屋在町協梁道の駅24時間交通量。ありがとうございます。